よろししくお願いします。す。熊本大学病院の小田ですバンコマイシン TDM ソフトウェア p a ドの比較現象について紹介させていただきます。バンコマイシン TDM ソフトウェア p a ドは現在日本科学療法学会のホームページからアクセスすることができますのでご確認ください。現時点では、 会員限定の仕様となっていますがいずれ一般公開することになりますのであらかじめご了承くださいさて今回は開発したパッドの評価についてご報告いたしますパッドの開発に関することは別の動画をご参照いただきますようよろしくお願いします やはりパッドはあくまで AUC を推定するためのソフトウェアなのでその AUC が果たして臨床上妥当なものかどうか評価する必要がありますそこでこの評価研究を実施いたしました現実的には多数の血中濃度を採血・測定し代形法によって計算された AUC を指標として パッドによるる推定値を比較すす。ことが理想ですただしそのような研究は十分な準備のもとになされるべきであり現在多施設共同研究を計画しているところですその前に現時点で実施できる評価研究を行うこととしましたパーティスパンツ参加者対象としては2軍を考えましたまず先行研究において 多数の血中濃度を測定し、その情報を公開している論文がありましたので、それを引用してパーティスパンツとしました。ただ、この情報は非感染症者であるために、感染症患者における評価として、熊本大学病院にて2点の血中濃度により、AUC ガイドドーシングを受けた患者28名もパーティスパンツとしました。 エクスポージャーとしては本研究は薬物動態学的アウトカムを採用しますのでパッドにより推定された AUC そのものとしてその比較対象コンペレソンが非感染症者における大形法で算出した AUC および感染症患者においてベイズ推定によって推定された AUC としました。 このベーズ推定には auc ガ外立トーシングで腎障害回避効果を示した論文で使用されたソフトであるビームスポッドを用いました薬物動態的アウトカムとしてはこのエクスポージャー・コンペレーションのデータを用いてまず理想的な血中濃度測定点について検討してみましたトラフ値1点でいいのかピーク値があった方がいいのか そしてその測定タイミングはどのあたりなのかを調査しましたそして各コンペレソンに対する AUC の回帰分析 AUC の比率を評価しました、はい、AUC パッドにおける1ポイント AUC および2ポイント AUC についても同様に回帰分析を実施しその比率を評価しました 結果に移ります。まずは非感染症者において大慶法の AUC をコンペレーシソンとした結果をお示しします。回帰分析において濃い実践が回帰直線、点線がその95%信頼区間を示しています。それぞれ右側には比率の箱ひげ図を示しています。 いずれもグレーの領域が比率として0.8から1.2の範囲を示しています目標 AUC が400から600として AUC500 を目指した投与設計の場合に許容される誤差が0.8から1.2と考えられますのでこのような対応としました左側の列は2点による AUC を評価していますが ピーク値として投与終了後1時間値、トラフ値として投与終了後11時間後のトラフ値を使用した AUC の場合よりも23時間後のトラフ値を使用した AUC の場合は低い AUC あたりにやや偏りがあることが明らかとなりました。右側の図はトラフ1点を想定した AUC を示していますが、やはり 応用終了後23時間後のトラフチを使用した AUC の場合は低いところにやや偏りが示されました続いて感染症患者における既存のソフトウェアに対するパッドによる AUC の推定値の検討結果をお示しします図の見方は先ほどと同様です ご覧のようにソフトウェア間の差というのはほぼ認められないという結果となりました次に AUC パッドにおける1ポイント AUC および2ポイント AUC についての結果をお示ししますこの感染症患者群では1ポイント AUC は2ポイント AUC とほぼ変わりがない結果が得られました AUC を評価していく観点からは2ポイントが望ましいとは言えますが1ポイント特に12時間間隔投与などによる1ポイントによる推定 AUC も参考にして良い可能性が示されました今現在のパッドへのアクセス状況をお示ししています。 9月10月は学会で公開されたタイミングなので多いアクセスがありましたが11月と比較して12月はアクセス数がやや増えておりますので継続的にご利用いただいているものと思われますただし時折動作が重くなる現象も認めておりますのでそのような課題をクリアした後に会員限定から一般公開への変更を予定しています ままとめます。パッドはバンコマーシンの AUC 外立トーシングにおいて有用である可能性が示されさらなる普及・啓発に努める所存です。以上です。ご清聴ありがとうございました。